今日運行を再開したのは、能登鉄道の穴水駅から能登中島駅までの区間です。元日の地震でレールが破断し、ホームの至る所には亀裂がありましたが、復旧を進め、今日の再開にこぎつけました。今朝は、頑張ろう能登のヘッドマークを掲げた一番列車が6時12分に出発しました。2月15日から再開した区間と合わせて、これで七尾から穴水までのすべての区間が復旧しました。日常戻ってきたなって感じで嬉しいです。まあ、列車を走らせるこの風景こそがですね、日常を取り戻していく、そうした光になれば。当面は地震前に比べて本数が少ない1日14往復の臨時ダイヤとなり、能登鉄道では夏頃には通常ダイヤに戻したいとしています。今回の全線開通が復旧復興への足がかりになればと大きな期待が寄せられています。